今回はプランクやデッドバグ、カエル足のクランチ、何よりも簡単で腹筋に効くやり方を紹介していきます。今回たったの30秒で通常の腹筋の2倍効かしていくことができます。今回の動画を最後まで見ることで、どんな腹筋よりも簡単でお腹にすぐに効くやり方が分かってきます。一緒に動画を見てやり方を知って頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たった30秒で簡単に腹筋にね、効かせられて、首も腰も痛くなく、お腹をへこませることができるフロッグシットバグを紹介していきます。その名の通り、フロッグ、カエル足、シット、お尻をつける、バグ、ムチのような動き、そのようなやり方の腹筋になります。今回なぜ腹筋にしっかり効くのか、そこはですね、腹筋を同時ではなく右左分けて効かすからです。同時に効かせると辛くてできない人も多いです。そこで今回は、体を右左寄せて片方ずつしっかり効かしていくので、より効かせられるやり方になります。今回たったの30秒ですが、できれば3セット行った方が効果的なので、今回は1セットでやめても OK、3セット全部やりきっても OK です。頑張っていきましょう。で、今回の腹筋をすることで、腹筋の腹直筋、外腹斜筋、腹横筋、3つとも効かすことができます。そして腹直筋も上部から下部まで全体的に鍛えることができます。一緒に頑張っていきましょう。それではやり方を紹介していきます。寝た状態で足を閉じて、足は90度です。ここから膝を開いて足の裏を合わせます。できるだけ膝を開いて、腰に隙間ができないように腰をつける。そうすることでお腹に力が入りやすくなります。そして膝を開く、フロッグにすることでお尻を締めやすくなるので、下腹にも効きやすくなります。ですが、股関節痛い方は広げすぎから少しだけ閉じてください。ですが、お尻と腰はちゃんと意識してください。これで、普通に上体を起こすと首痛い方は10秒キープできないので、片手で頭を支えます。右手で頭を支えて、左手で左の膝を触ります。体はまっすぐではなく、ちょっと寄ります。真ん中からちょっと寄ることによって、左側の腹直筋、外腹斜筋を意識して使います。同時に使うと辛いので、割合を左側に意識することで10秒キープが楽になって、左側にはしっかり効きます。反対も一緒です。左手で頭を持って、右手の膝に体を寄せて、起こして、体を起こして頭を支えて10秒キープ。ラストは手は頭の後ろに添えて、組まずに添えて、体を起こして10秒キープ。これで1セットです。左右10秒、真ん中10秒で30秒。辛い方は1セットで休んでもいいです。頑張れる方は3セットやっていきましょう。お腹にマジで効きます。そして腰も首も痛くないです。頑張りましょう。呼吸はふーっとすぐ吐くと10秒持ちませんから、口を尖らしてふーっとお腹をへこましながら、口も膨らませながら、腹圧かけてお腹をへこましていきます。一緒に頑張っていきましょう。膝を閉じたところから開く、お尻を締める。おへその穴を自分の顔に向けるようなイメージです。腰をしっかりつけて、右手は頭で左の膝に体を起こします。それではいきます。3、2、1、GO! 1、2、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対です。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。そのまままっすぐ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 それでは2セット目いきます。3、2、1、ゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対、1、2、頭しっかり構えて4、5、6、7、8、9、10。真ん中、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 いやー、結構ね、お腹が疲れてきたと思います。ラスト3セット目頑張っていきましょう。3、2、1、ゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ラスト、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 あー、聞いたって方はですね、コメントよろしくお願いいたします。今のでしっかり左右の外腹斜筋を片っぽずつ、そして腹直筋もまっすぐではなく片方ずつ効かすので、しっかりね、効きやすくなります。そしてラストに正面、これでね、しっかりね、お腹全体効かすことができてます。3セット頑張った方はね、結構すごいです。で、まあ私自身は数を数えていたので、あんまり腹筋に効かなかったんですけど、息をね、しっかり10秒間ってね、吐き切ったら本当にね、数数える倍ぐらい効きます。腹圧がかけれますから。なので、しっかりね、お腹に効きにくかった方はもーっと息をね、吐いてください。そうすることで、しっかりお腹に効かすことができてきます。腹筋をしてもいつも腰が痛い、首が痛い、そういった方が改善できた腹筋だと思います。フロッグシットバグです。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。そして、しっかり腹筋に効いたよって、だけど1セットしかできなかったよって、そんな方でもいいです。感想というのをコメント待っています。よろしくお願いします。各種 SNS も行ってます。説明欄にリンク貼ってますので、よかったらリンクのフォロー、動画のシェアもぜひともご協力お願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。